ありましたね。痛みが減ってますよね。そうですね、うん、なんかスイカみたいな。確かに。大丈夫、腰椎広げるようにします。これ昨日きつかったんですよ。確定申告になったらやった伸びが悪くなっちゃう、悪くなっちゃう、ね、で昨日はめちゃめちゃあの、はい、左の股関節のとこ痛かったんですよ、ね、あでも今日は痛くなくなった。痛くはない、はい、あでもやっぱ回すと、うんうんうん、左の股関節にこっちこっちこっち回しが効きますね、うん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 、問わず加齢で腸内環境って悪くなっちゃうもんみたいなんですよね。よっぽどこう食生活とか生活面気に気をつけてないと、年々ビフィズス菌、善玉菌が減って悪玉菌が増えるっていう、そうあるんですよ。そういうここは何かよくないですね。ちょっとお腹冷えたりもします。なるべくね、温めるようにしてるんですけど、やっぱり痛ってないのかな、うん、ちょっと失礼していいですか。どうぞ。ちょっとお腹下がっていいですか。どうぞ。あ、今は全然あったかいですけどね、はい、あ、でもあれか、昨日申告してる時冷たかったもんね、うん、あ、そうなんです。自分で触ったんですね、その時は。あ、冷えてると思った。あ、はいはいはい、そうね。結構ね、気がつくと冷たいってあるんですよね。お腹が冷たい、腰が冷たい、お尻が冷たい、ももが冷たい。結構ね、この辺は冷えるんですよね。手足ね、分かりやすいですけど、すね、お腹って知らないうちに冷えてるんですよね。ここちょっと揺らしてあげた方がいいですか。あ、痛い。痛い。痛いけど。うん、やっぱ悪いんだな。もう一回払おう。ちょっとこう、あの、押し上げるマッサージしたりとか、はい、ちょっと揺らしてあげた方がいいかもしれないですね。そうですね、ちょっと、うん、早速、心がけます、これは。これはこっち、ちょっと揺らめるようにして、結構あの、この表裏の関係なので、
お腹に硬さがある人はやっぱ腰も悪くはいっていう関連が今ちょっと動き出しましたね。ちょっとあれかも、ちょっと詰まってるというかガス溜まりとかがあるのかもしれないですね。祝言だったりとか。緩いというか、なんか入りやすいですね。苦しくないですね。一旦ちょっと苦しくない体勢で。ああ、多分なんか詰まってるんですね。なんかね、張りがあるので、そんな感じですね。じゃあ部分的にこう、溜まった状態になったりってあるんですよね。で、結構そういうストレスあったり、冷たい人ってやっぱりそこがスムーズじゃないので、まあでもだいぶ楽になってきた。そうですね、ちょっと動いてきましたね。多分さっきは止まっちゃってたんですよね。さっき拍動も感じなかったんですけど、今だいぶちょっとドクドクしてきたので、これですね、してますね。多分血流悪かったんだと思いますね。あ、なるほど。ここはね、硬いと呼吸も浅くなっちゃうんで、結果的にやっぱりこう冷えとか凝りが疲れが取れない。多分結構緩んできたんじゃないですか。はい、どうですか。あ、痛くなくなった、うん、すごいな。さっきよりこう緩くなって、そうですね、入りますね。ああ、本当だ、うん、うん、動いてる気がする。そうですね、多分音も変わったんですかね。そうですね、うん、なんかスイカみたいな。違う、うん、そうですね、これで多分もう一回回しますね。おい、どうですか、回りやすくなりますかね。そうですね、さっきも回りやすく、まあ、あと脇をちょっとね伸ばしてあげるといいかなと思うので、あ、これ、はい。